うわー、すごい人来たな。うわー、シュンこの野郎、お前シュン、こんばんは。はい、こんばんは。すげーな。どうした、てめえ誰だこの野郎。これ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 、シュン、いやすごいっすね。どうした、何話してた今。フリートークで始まったばかりのトークをしてましたよ。こんばんは。急にお邪魔します。誰か喋ってますか、こんばんは。急に、こんなラストに、木梨憲武さんと佐藤浩市さんにお越しいただきました。松潤もいるけどね。まあ喋れないけど、松潤なんかあの事務所でかいから。だから、今ね、旬の番組をたまたま俺とのりちゃんで酒飲んでて聞いてたらば、あ、今日が最後なんだと。へい、旬、お疲れ。お疲れ、ありがとうございます。わざわざすいません、本当に役者の大先輩連れてきたよ。本当ご無沙汰します、こいつさんで。申し訳ないけどピンドン持ってきたけど。まあさ、まあ今日で終わりっていうからさ、まあ本番中でピンドンは申し訳ないけど、もう最後の最後にもうめちゃくちゃになっていこうっていうことですね。めちゃくちゃかどうかわかんないよ、真実と、そして佐藤浩市さんの正しい教え、まあ今日が、ね、あの記念する最後の日なんで、だから、まあ俺もノリちゃんもどっちかというとね、俺たち日本のパーソナリティを務めてきたという、ってなったけどね。ごめんね、みんな。いやいや、まあ俺が話してんだけど。浩市さん、ごめんなさい、すみません。いいですよ、まあパーソナリティとして、はい、今日は来たという先輩の。先輩パーソナリティとして。もちろんもちろん。俺はやってないけど。みたいな。も俺もほら、あの何年かは前はトンネルズとしてこういう番組やらせていただいたからね、はい、懐かしいなと思いながら来させていただいてます。それが旬のねラストの日っていうことになれば、はい、ちょっとすいません、本当に。っていうかさ、こんな酔っ払いが乱入していい番組だったの？全然大丈夫ですよ、最後の番組で、はい、過去には鶴瓶さんもすごい酔っ払った感じで。これ千代さんの人に使って止まっちゃうのが関係ないですよ。あの人は関係ないですよ。浩市さんが来たっていうさ、いやこれはすごい。今から佐藤浩市から小栗旬に、はい、その芝居と、はい、役っていうのはこういうふうにやるっていうことを約2時間半で語りながら旬が勉強していくっていう回だけど、はいはいはい、まあ、そういうのよく旬は聞いて、まあ曲とか CM とかいらないから。了解しました。じゃあこの後も引き続きお二人にはお付き合いいただきます。この番組はブルボン。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、小栗旬のオールナイトニッポン。さあ最終回にして最高のテンパりを見せている私ですけれども、ここにね、改めてご紹介しますけれども、佐藤浩市さんと木梨憲武さんが突如ゲストで、こんばんは、お邪魔しております。こんばんは、こんばんは、こんばんは。浩市さん、佐藤浩市さんはあんまりラジオとかね、今聞いてたら来ない、全然来ないって。まあ、出ることもないし機会もないけどね。ただたまたま今日は酒飲んじゃったんで。酒飲んでこの公共の電波に来ることは本当に不誠実だと思う。したら俺と松潤がここに来ようと思ったの。松潤が俺行くぞ潤、潤っつったら潤が俺は出れねえとかさ、なんかまあ事務所も大きいから、なんか出れねえとか言うから、そんな小さいこと言うなよと。ただそこに佐藤浩市さんいて、おう、潤来た、入ってきた。お前、潤喋れよ、お前、この野郎。潤、お前と潤は親友なんだろ？あ、なに？うるせえから静かにしてろって、そういうこと言うんじゃないよ、お前。ね、お前を壊してやる。お前、潤、ちょっと、潤。一言だけ言えってね。本当にマジ絶対無理とか言ってるけど、まあそこはまあいいよ、じゃあもう潤出てるよ外に。そう、潤が浩市さんが、例えば浩市さんがじゃあ俺も行きたい、じゃあ売りが終わるんだったら俺もご苦労様、前までよく頑張ったねって言いたいって言った時に、したら松潤がいや浩市さん行かないでくれっつって、浩市さんは大丈夫、そういうラジオとかね今まで行かないんだから、浩市さんは大丈夫だっつったら、浩市さんがなんでってこの野郎俺だけそういう
ふうに言うんだっつって、小石さんは怒り始めて、うん、俺は絶対小栗に、お疲れ様と、うん、よく何年間も長いことをやってくれたっていうことを、このそして同じ役者として、まあ俺なんかほら、バラエティ班だから関係ねえから、じゃあ今後のについて、はい、じゃあ芝居と今後について、1時間半ゆっくり語るっていうから1時間半は長いと長いと12分にしてくれそれはもう俺たちにも最終回邪魔することだよね。そうそうそう、ね、そうではない。でもただ本当ね、のりちゃんが今日は絶対行かなきゃいけない、俺が最後だから、うん、でたまたま一緒に飲んでて、じゃあ俺も顔出してもいいかなみたいなね。これ俊の野郎がね、もうあのね、本当ね、いいからこいつ J はいいから、こいつはなんかわかんないけど、鶴瓶さんが2回来てくれたとかね、うん、強めに言うからな強めに言うからさ、じゃあちょっとベイさん呼ぼうよあ、じゃあ電話してみる、ちょっとじゃああのおっさん今あのおっさん何やってんだよ本当に。最後の最後の俺さっきから全然喋ってないんだけど大丈夫かな。喋って喋って喋って、俺ごめんなさい、オグリファンの皆さん本当にお邪魔して、もう帰るけど鶴瓶さんだけで電話する。いや、これがでもオグリ旬のオールナイトニッポンっぽくっていいのかもしれないですね。まさかまさか、本当に今日はなんかしっぽり終わっていく空気だと思っていたら、しっぽり終わんないでよ、ね、はじけて終わった方がいい、はじけて終わんないとダメです、ね、飲んで、いただきます、うん、いやーすごい、まずいも一言喋れさせたいんだけどさだってさ、あんたたち親友なんでしょ、うん、で夜中2時3時俺ん家来てさ、あんた子供もそうね、この間は確かに夜中の2時3時に木梨さん家に遊びに行きましたけども、あ、鶴瓶留守電。留守電留守電。よかった、セーフ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 。本当に。気がついたら大変なことになっちゃうから気をつけてください。でも本当にありがとうございます。あ、ちょっと。出た鶴瓶出た鶴瓶電話ここで電話鳴らさない。もしもし。もしもし。もしもし。おっさん。いや、今生。小栗旬。小栗旬、オールナイトニッポンラスト。LF。第7集合。先輩どこにいんの？ああ、うん？今日はね、どこにいんの？ラジオの前に何の打ち上げなの？なんか一緒に共有しながら終わっていくっていう気分でいたと思うんだよね。鶴瓶さんは2回来てくれたとかさ、ね、ほとんどこれごめんね、あの言われて俺来たんだけど今生放送なんだけど、放送事故に近いから。あの俺たちが乱入した時点で放送事故に近いから。ちょっと待って、今旬に変わるから旬に。俺ここで変わるの。もしもし。今小栗旬は鶴瓶さんと喋ってる。今ラジオ。俺と小石さんで。生放送でやってるんだけどさ。じゃあ来週から。ちょっとノリさんと佐藤小石さんが急に飛び込みできてさ。佐藤小石の俺たち。ここで一曲お聴きください。二度目のエンディング曲、プカプカです。プカプカ。さあ、ただいまプカプカをお聞きいただいてますけれども、ここでちょっとね、本日来ていただいたお二人と一回ねお別れしておこう。なんでお別れすんの？なんで俺たちお前シュンこの野郎ってね、お前呼んどいてよ、お前こいつとか言ってさ、お別れ早いな、うん、ごめんごめん、呼んだんだけど今日じゃなかったわ。え、今日じゃないの？邪魔にしてんじゃねえよ。今日来てくれたことはとっても嬉しいです。とっても嬉しいですけど、はい、ね、なんかこうラストを、そうだね、やっぱりもう少し、ね、しっぽりしていこうかみたいな感じもあるんで。しっぽりしたいんだ。1時26分。わかるわ。36分。小石さん、帰る。生っぽいけどね。今日は本当どうもありがとうございます。松潤この野郎、一言こっち入ってお前一言言えよ、お前小栗ご苦労さんぐらいのさ、お前ら親友なんだから。佐藤浩一さんと木梨憲武さんのお二人でした。ありがとうございます。じゃあ俺たちは三軒茶屋飲み行こうか。行こう。